グラフトネットワークの第3回目の講義を始めていきます。今日は、木を扱っていきます。で、初回の、深いじゃない、0回目ですかね。0回目の講義の時にこういう図をお見せしたと思うんですけども、センサーネットワークだと。まあなんか地面にたくさんセンサーがばらまかれていると。で、ここで通信を行いたいと思った時には、まあこれ一個一個のセンサーを焦点だと思って、で、近くにある、センサー同士が直接通信を行えるので、まあ、その間に辺を引くというような形でグラフができます。で、ここでまあ通信を行いたいと思ったらどういうことを行えばよいかというと、このグラフの連結な部分グラフを取っていきます。これは前回、2つとも用語は定義したんですけども、連結な部分グラフ。連結っていう言葉と部分グラフって言葉、これ前回提起しました。連結っていうのは、まあ、つながってるってことですね。つまり、どの2頂点の間にも道が存在するということです。で、部分グラフっていうのは、このグラフの一部分ですね。で、まあ、例えば、まあ、こんな感じで取っていくと。今、この点線のところは無視するということですね。で、そうすると、この連結な部分グラフを取ってくれば、まあ、これに沿って通信を行えるということになるわけです。この赤いセンサーから他の頂点というかセンサーですね。に、情報を送ろうと思ったら、この取ってきた部分グラフの辺に沿って送ればよいと。他のところからも同じように送れるということになるわけです。で、まあ、こういうような、ネットワークを構成するとかっていう問題がよくあるんですけども、ここで出てきている、この黒い部分ですね。これがですね、いわゆる人為技と呼ばれるものになります。じゃあ、この木っていうのは何なのかってことを今日は、まあ、定義したり、ちゃんとその性質を調べるということをやっていきたいわけです。で、それは今日の目標になります。まず、木っていうのは何なのかってことを理解するということですね。そのちゃんと定義を理解するっていうことが重要で、それが一つ目です。で、その基本的な性質を理解して証明できるようになってほしいということですね。で、先ほど言ったこの前期儀というのは、連結であるというグラフの性質と関係があるので、それも理解してほしいということになります。それでですね、もう一つ今日のテーマがあって、それは証明技法です。前回も前々回も証明技法っていうのを一つ紹介しました。前々回では数え上げによる証明手法ですね。で、前回は最大性論法というのを紹介したんですけども、今日あるのは数学的機能法です。で、数学的機能法っていうのは皆さんもうすでにご存知であるとは思うんですけども、案外ですね、この数学的機能法を正しく使うというのは難しいです。ので、まあ、どのように数学的機能法を使うとですね、間違ってしまうのかっていう話もちょっとしようと思うので、それでまあ数学的機能法を正しく使えるようになってほしいと思っています。というのが今日の内容です。では、まず、木っていうのは何なのかということから紹介しておきます。今日扱うグラフは全部無効グラフになります。向きがついていないわけですね。で、もう一度、この記号を復習すると、この V っていうのが頂点集合で、E っていうのが辺集合ということですね。で、この時に、この G という無効グラフが木であるとは何なのか。あるとはって言ってのは、これは定義をしようとしたわけですね。木であるとは何なのかっていうと、次の2つの条件を満たすことです。で、2つ条件があって、1つ目は、まずこのグラフは連結でなくてはいけません。連結である。で、もう1個は、経路を部分グラフとして含まないことですね。で、もう一度、連結であるということが、どういうふうに定義されたってことを復習すると、G の任意の2頂点を結ぶ道があると。いうことですね。それでですね、この下の図は何かというと、これは木の例です。木です。これは連結であり、なおかつ、経路を部分グラフとして含まないですね。で、実際に、じゃあ、この任意の2頂点間に、道があるのかっていうと、まあ、例えばですね、この E という頂点と C という頂点を見てみると、E、D、B、C という、こういうのが道があるというわけですね。で、これは、どの2頂点を持ってきても、正しいので、連結であるということが確認できます。
で、一方ですね、ヘイロ分布グラフって含まないです。まあ、どこ見てもヘイロがないわけですね。だから逆に言うとですね、連結であっても、ヘイロを部分グラフとして含んでいたら、それは木ではないということになります。だから例えばですね、ちょっと左の方に書きますけども、だからこんなようなグラフですね。これ木ではない。連結であるけれども、ヘイロを含んでいる。ヘイロって何かというと、ここですね。ここにこうヘイロがあるので、これ木ではないということになるわけです。いいでしょうか。あ、これが木の定義なんですね。それは定義に基づいて考えるというのは重要なんですけども、これが木の定義です。それでですね、木に似たものに森とかですね、林とかっていうふうに呼ばれるものがあって、それがですね、これですね、このグラフが森または林であるのは何なのかっていうと、次の条件を満たすことです。G が経路を部分グラフとして含まないわけです。先ほどですね、前のページで、木というのは連結であり、かつ経路を部分グラフとして含まない。っていうふうに今定義したわけです。これ定義ですね。で、一方で、この森っていうのは、この連結であるっていう方は、まあ、無視するというか、それは要求しないわけですね。ヘイロを含まないっていう方だけを要求すると、それが森になります。まあ、または林ですね。まあ、英語でこれフォレストって言うんですけど。だから、連結でなくていいので、まあ、どういうイメージかというと、こういうイメージですね。この下のような図のものですね。これは森です。これ森の例です。で、連結でないかもしれないので、こういうふうにですね、この、まあ、塊の部分、これ連結成分と呼んでましたけども、この連結成分を見ると、連結成分は、今その定義から連結になったんですね。この一部分っていうのは。で、そこには、経路ありませんから、この森の連結成分は必ず木になるわけです。で、ここですね。この連結成分は木です。だから、どういうイメージかというと、木をたくさん集めて、一つのグラフにしたもの。っていうのが森ってわけですね。で、まあ、数学的に定義しようとすると、まあ、この連結性をただ単に要求しない、経路を含まないグラフであるというふうに定義できます。いいでしょうか。で、ちょっと用語の注意があって、この、まあ、森または林なんですけども、英語ではどちらも、まあ、フォレ、どちらもというか、グラフにおいては、これはフォレストを訳しているんですけども、実はですね、グラフといっても、グラフを使ういろんな分野があって、その分野によって、その日本語訳が違うってことがあります。で、こういうのは困ったことなんですけども、まあ、仕方がないです。そういうふうになってるんで。で、大抵、林と訳すのは、グラフ理論です。で、一方で、森と訳すのは、まあ、グラフアルゴリズムとか、グラフアルゴリズムって分野があるかちょっとわかんないですけど、グラフアルゴリズムとか、あと最適化とか、まあ、そういう分野では、森と訳すことになってます。ということなんでですね、あ、だからそもそも、その、なんていうのこのなんかグラフ理論と呼んでる分野と、このなんかグラフアルゴリズムとかって呼んでる分野っていうのは違う分野だってことは、ね、まあ皆さん認識がないかもしれませんけども、ですね、まあ違う分野なんですね。どちらかというと、まあ違う分野って言っていいのかな。と、まあ日本では割と違う分野だと思われていて、ですね、それで用語が違ったりします。で、まあそれぞれの分野が勝手に、まあ英語の元々の用語を訳して、日本語を作ったりしているので、そういうふうにこの、祖語がある場合、祖語というかその、用語が合わない場合があるわけですね。でそういうのはですね、ちょっと注意してください。だから、このフォレストのことを森というと、あその、なんか、アルゴリズムとか最適化をやってる人なんだなっていうふうに思われるし、フォレストのことを林って言うと、この人はグラフ理論をやってる人なんだなっていうふうに思われるとかっていう感じもあるので、まあ、だから何なんだっていうことかもしれませんけども、だから、その二つの用語は同じものを表しているんだけども、分野によって呼び方が違う可能性があるということをちょっと思っていてください。はい。で、これが定義です。今、木と森の定義をしました。いいでしょうか。それで、
木の性質というのから、紹介するんですけども、これが今日、まあ一番重要というか、これが核になる性質です。で、何かというと、まあ、木がありまして、その頂点の数が2以上だとします。そうすると、そういうような木には、次数1の頂点が必ず2つ以上存在します。次数って何だったかというと、頂点の次数って何だったかというと、頂点 V の次数と言ったら、それは V に隣接する頂点の数ですね。総数とか、総数ですね。はい。例えば、まあ、下のこれ木ですけども、そうすると、今この I という頂点の次数を見ると、これ4なんですね。4。だけども、この F っていう頂点の次数を見ると、これは1になるわけです。ですか。で、まあ、この次数が1のような頂点が必ず木には、まあ、頂点数が2以上だったらあって、しかも2つ以上あります。で、ここではその A と G と、F と H と L と K っていうのが、まあ、そういう頂点になってるわけですね。だからこの場合は、次数1の頂点が6個存在するということになります。必ず2つ以上あるということになるわけです。それでですね、このような木における次数1の頂点のことを波と呼びます。なんか趣深いですね。木というものがあって、木には波がある。これなんか、現実世界というか自然界では、正しいとは限らないと思いますが、葉のついてない木もあると思うので、まあ、いわゆる落葉樹ですね。葉のついてない木もあると思うので、自然界では正しくないかもしれませんけども、グラフによっては必ず正しいということになるわけです。木は必ず葉を持つ。頂点数2以上だったら。頂点数1だったら、何かっていうと、まあ、頂点数1の木ってこれですね。頂点数1の木っていうのは、ちょっとこれが、ちょっと何だかわかんないですね。頂点数1の木。頂点数が1の木っていうのは、ただ単に頂点が1個あって、まあ、辺が0個の焦点、グラフですので、次数1の頂点ありません。だけども、頂点数が2の木っていうのは、2つの頂点をこう変形するんだ、このグラフに同型なものしかありません。ので、この場合は、この左側と右側、ちょうど2つ、次数1の頂点があるということになるわけです。で、頂点数が2以上だったら必ず2つはあるということになります。で、これをですね、今から証明していきます。ここまでいいですか？それで、どう証明するかっていうんですけども、これ前回、紹介した証明手法の最大性論法っていうのを使ってみましょう。そうするとですね、割と一瞬でできます。割と一瞬じゃないですか。割と簡単にできます。で、それをやってみます。最大性論法にも続いて証明します。G に含まれる長さ最大の道を取っていきましょう。で、これを P とします。今、この下に書いてあるような、部分が、この G という木の中にあって、それが長さ最大の道だとします。で、これが今 P だとしてください。これ P だと思います。で、どうするか。まず G は連結なので、であり、頂点数2以上ですから、この長さが最大の道を取ってくると、その頂点数必ず2以上になります。頂点数2以上で連結だから、この G には必ず辺が存在します。G には、G は辺を持つ。G は辺を必ず持つわけです。だから G の中にあるどっかにこう辺があります。でそうすると、この辺だけ見てみると、ここは、で頂点数2の、頂点数2、の道ですから、頂点数最大の道、長さ最大の道っていうのは、その頂点数は2以上になるわけです。必ず。いいですか？頂点数2の道はもうすでに存在しているから。ですか？だからこれ、正しいです。で、その P の端点を UV としましょう。U と V としましょう。そうすると、この道の頂点数2以上だから、この U と V っていうのは必ず異なる頂点になります。ですか？ U と V は必ず異なる頂点になります。ここまでですか？で、ここで何を考えるかっていうと、この U と V が実は波なんです。波なんです。なんででしょうか？と考えます。対理法で証明します。じゃあ U の実数が2以上だと仮定しましょう。で、最終的にそれで矛盾を導いて、従って U の実数1だと言いたい。U の実数1だと言いたい。
じゃリーダーと仮定しましょう。そうすると、今ですね、この道っていうのは長さ最大の道でしたから、U からこの道の外側になんか別の頂点が出ているってことはありえないわけです。これ前回もこういう話したと思います。ってことは何になるのかっていうと、U に隣接する頂点は必ず P 状になるということがわかるわけです。こういうふうに戻っていくような変しかないと。で、そうすると何がわかるかっていうと、そういうような変があると、ここにスケールはできます。しかし、今考えているこのグラフ全体というのは、木でしたから、経路を含んでいてはいけないわけです。つまり、それに矛盾するということになります。ですか？だから何がいけなかったかというと、仮定が間違ってるわけですが、仮定で何かというと、U の実数が20だったということですね。いうことが間違ってるんで、従って U の実数は1であるということがわかります。だからこれは、派になると。U は派になるということがわかります。同じように、V、も派であるということがわかります。で、U と V、少なくとも2つ、実数1の頂点、派があるということがわかりました。いいでしょうか。これは、木における重要な性質で、これを、今後、いや、今から、この木の性質を考えるときに使っていきます。そうするとですね、じゃあ、この派を使って、ちょっといろんな性質を考えていきたいんですけども、まずですね、まあ、木があって頂点数20だとします。で、そうすると先ほどの性質から葉を必ず持つので、その葉を一つ持ってきて V としましょう。で、そうしたら何が言えるかっていうと、この木 G から V を除去したグラフも必ず木になります。木になるってことは、つまり、もし定義を言うと連結であり、かつ、経路を含まないということですね。経路を含まない。で、この下のは、まあ、イメージ図ですけども、左のような式があったときに、この H っていうのは、これ派ですね。実数が1の頂点になってますから、それを取り除いたのが右の図です。そうすると、これ確かに比になっていると。連結であり、なおかつ経路を含まないということですね。で、だからまあこの例においては成り立っている。で、実はこの、まあ、どの葉を取り除いても、取り除いた後のグラフ、それをその G-B と書きますけども、連結になります。でですね、まあ、これ証明したいんですね。で、どうしましょう。仮定が成り立たない場合を考えることで証明の着想を得るという格言がここに書いてますけども、ですね、じゃ今これ葉を取り除いてるんですけども、葉じゃなかったらどうなるか。ということをやってみると、まあ、こんな感じですね。今、D っていう頂点、取り除いていますけども、これ D は葉じゃないんですね。で、葉じゃないものを取り除くと、この出来上がったグラフ。出来上がったグラフ。これは、木ではありません。なぜか。これはですね、この左側っていう部分と、右側っていう部分に連結成分が分かれているからです。だから、これは木ではないですね。なんで木ではないのかっていうと、なぜならば、これは連結ではないから。これ後でちょっと紹介するんですけども、葉ではない頂点を木から取り除くと必ず非連結になります。だから別に言うとすると、この葉を取り除くっていうことは、その連結性を維持してくれるんですね。一方でですね、さっきちょっと切れましたけど、この経路を含まないっていう性質を見ると、これはですね、保存されたままなんです。派でない頂点を取り除いても。で、これはですね、後から見るように割と簡単にわかります。派でない頂点を取り除いても経路を含まないってことがわかります。だから何がポイントかっていうと、この派ではない頂点を取り除くと連結じゃなくなっちゃうんですね。だからなんで、じゃあ、葉を取り除いても連結なのかということを考えることが重要だということが分かってきます。だからそこに証明の主眼があるんだということになるわけですね。で、それをまあ考えていきたいということになります。でしょうか。で、まあ、それをちょっと今から突き詰めていきます。で、証明はやっぱりこう定義に戻ってちゃんと考えるわけですね。で、もう一度ここに書いてある木である定義なのかというと、連結であり、なおかつ平方部分グラフとして含まないということでした。
で、後からもう一度言うんですけども、このヘールを含まないって確認する、何言うかというと、葉を取り除いた後のグラフにヘールがないってことは、簡単にわかりますから、そちら側は、実は、この証明の主眼ではなくて、この連結であることをちゃんと証明したいということになります。で、連結であることの定義は何だったかというと、任意の二張転換に道があるということでした。つまり、取り除いた後のグラフの任意の二張転、U と W っていうのがあったら、U から W に至る道が、その G マイナス V に存在すればよいということになります。で、これは、別に言い方すると何かっていうと、この例を見てみると、例えば、E と C を結ぶ道があるんですけども、この道がですね、この取り除いた頂点を通っていってはいけないわけです。通らないような道が存在する。元の G に、元の、その取り除く前のグラフ G に、その頂点、二つの頂点、この場合 E と C ですけども、を結ぶ道で、その今から取り除こうとしている葉を通らないもの、通らない、使わないものがあるってことが言えれば十分だということが分かります。ただ、それを考えています。で、そうであったら、そうですね、その E と C を結ぶ道が、この取り除く頂点、使ってなかったら取り除いた後も、この道っていうのは、そのグラフの中にありますから、確かに道が存在するんだということが分かるということになるわけです。で、これを証明したいということになります。で、あとはちょっと考えるわけです。考えるっていうのはそんなに一筋縄ではいかないかもしれませんけども、今からご紹介するように証明します。それでですね、一つ注意しておかないといけないのは、この講義ではいろんな証明を紹介しますけども、性質を証明する方法っていうのは一つだけであるとは限りません。いろんな証明の仕方はあると思います。で、授業の中で紹介する証明っていうのはそのうちの一つだけであることが多いです。ですけども、皆さん自身でいろんな証明を考えて、この授業で扱っている証明以外の証明を考えるっていうのは非常に重要なことなので、そういうことは推奨します。し、私自身もこの授業で紹介している証明が、あるべき証明である とは思ってない部分もあるし、それだけが証明であるというふうに思っていないので、その点は注意してください。で、その今から紹介するのはこの性質の証明の一つです。では、証明します。やりたいことは、この G-V というのは、これ、木であるということを言いたいわけですから、定義に則って、これがヘールを含まず、かつ連結であるということを示していきます。で、そのために、まず、じゃあ、ヘールを含まないということからやっていきます。まずですね、G は木、もともとこの G は木ですから、これはヘールを含みません。木の定義はですね、これ木の定義ですね。で、G-V というのは G と部分グラフです。G の一部分を取ってきて G-V で作ってますから、G がヘールを含まない。だからその一部分っていうのもヘールを含まないわけです。で、そうすると、これは欲しかった結論です。すでに。ってことで、このヘールを含まないことの証明はこれで終わります。いいですか？だから、先ほど言った通り、こっちは簡単ですっていうのは、こんな感じなわけです。いいでしょうか？で、もう一方の、そこの連結であるってことを示す方が主眼で、ちょっと書きます。で、これやりましょうね。G-V の任意の二頂点を考えます。今、これ全体、これ G、これが木だと思ってください。もうこれを見て、この図を見て、これが木だと思えたら、なかなか、すごいと思うんですけども、これ木だと思ってください。これ木です。で、V っていうのが、その葉であって、G-V ってこの部分ですね。で、そこから二頂点 U と W を取ってきます。で、証明したいことは、U から W へ至る道が G-V にあることです。いいですか？で、G 自体は木なので、U から W に至る道っていうのは G には存在します。それは木であることの定義、連結であることの定義からわかります。ですね。UW は G の頂点であり、G は連結なので、G において U から W に至る道があります。W に至る道があります。それは今 P としています。こんな感じですね。で、そうすると何が言えるかっていうと、P において UW 以外の頂点の次数は2以上です。ちょっとこれは、ちょっと日本語がまずいですね。P において UW 以外の頂点の次数は2以上でしょう。この P を見ると、この UW 以外の頂点、ここら辺にありますね。で、これらはこの道に沿って、
頂点並んでいるわけですから、その道に沿ってその前の頂点と後ろの頂点っていう必ず2つの頂点と隣接しています。でもしかしたらそれ以外にもなんか別の頂点がこの G の中にあるかもしれませんから、これらの、これだと今この丸をつけた頂点の次数は G において2以上です。P においてと G においてって書いてるから、ちょっとなんか何が何においてかよくわからないですけども、P の UW 以下の頂点の次数は G において2以上です。ちょっと日本語マジですね、ここは。はい。いいですか？で、そうすると何がわかるかっていうと、今、だからここら辺のその UW 以外の頂点の次数は全部2以上なわけです。一方で V の次数とか1なんですね。ってことは何かっていうと、今この P っていう、この道を書いてるんですけども、この P の途中に V は現れません。そうすると次数が合わないわけです。P は V を通らない。通らないというのはどういう意味かっていうと、この途中の頂点として P の途中の頂点として V は現れないということです。つまり、V を G から、取り除いても、この P という、道はそのまま生き残り続けます。生き残るっていうのはその存在し続けます。ということですね。したがって P は G-V において U から W に対してある。で、これで証明したかったことですから、証明おしまいということになります。いいでしょうか？いいでしょうか？はい。それでですね、これを使うと、これを使うとっていうか、これを使うんじゃなくって、同じような考え方をするとですね、この木の辺の数というのが、正確にわかります。正確にわかります。で、任意の木に対して、辺の数というのは頂点数マイナス1になります。この例、見てみると、これ頂点は12個、辺11個ありますね。だから、この上の式に、習って書くと、11イコール12マイナス1と。という形になっているわけです。正しいですね。この例では正しい。何が正しいかというと、この、等式正しい。で、これは、もう一度言いますと、もう一度言うと、これ等式ですから、どんな木に対しても成り立つ法則なわけです。だから、これ非常に重要ですね。どんな木に対しても成り立つわけですね。で、これはですね、今の証明のように、葉に注目するってことをすると、簡単に証明ができます。簡単って言うと、よくないんですけども、証明できます。で、ちょっとそれやってみます。で、ここで、数学的機能法っていうのを紹介するということなんです。で、これを数学的機能法によって証明するんですけども、こういうことをやります。それは、頂点数に関する機能法っていうのをやると思います。だから、頂点数が小さい方から順番に証明していくということなんです。で、そうすると、頂点数が1の木、頂点数が2の木、頂点数が3の人かっていうのを、そういうものを考えていくわけです。順番に。まあ、気分としてはね。そうすると、じゃあ、頂点数が1の木っていうのはどんなのだったかっていうと、さっき書いたように、この1個だけで辺がないっていう、この木です。でじゃあ、頂点数が2の木っていうのはどんな木かっていうと、まあ、頂点が2つあって、辺が1個ある、こういう木ですね。で、頂点数が3の木っていうのはどんな木かっていうと、こういう木になります。で、じゃあ、頂点数が4の木っていうのはどんな木になるかっていうと、こういう木であるか、こういう木であるか。まあ、この二つのどちらかと、同型なものしかないわけですね。で、注意してほしいのは何かっていうと、頂点数が N の木っていうのは、一つしかないわけではないわけですね。頂点数 N の木っていうのはたくさんある可能性があるわけです。今ここに書いたように、頂点数4の木っていうのは、二つある。だから、まあ、同型例が2つあるってことになるわけですね。でそうすると、それらの全てに対して、この等式が成り立つってことを言わなくちゃいけないってことに注意してください。いいですか？はい。で、まあ、この例を見てみると、頂点、辺の数としてもちょっと書いてみると、頂点数1の木の辺の数、これ0ですね。で、頂点数2の、木の辺の数、これ1。3の場合は2。で、4の場合はどちらも3ですね。いいですか？どの木に対しても、辺の数は頂点数がマイナス1になるということを証明するわけです。で、その頂点数に、今 N として、それに関する知能法をやっていくということになります。
いいでしょうか。はい。じゃあですね、どうするかというと、先ほど、これ言った通り、頂点数、これ昨日やりますか、頂点数1の場合から始めます。頂点数1の任意の比を考えると、それは1個の頂点だけですから、頂点数は1で、辺の数は0。だから、辺の数は頂点数引く1になるということがわかります。という回答なわけですね。いいでしょうか。だから、初めの場合は簡単ですね。で、次の、昨日をどのように進めていくのかってことを考えるわけですけども、頂点数が K の任意の比に対して、これが何だということを仮定します。いいですか。証明したいことは、頂点数 N の任意の比に対して、この等式を成り立つって言うんで、頂点数 K の任意の比に対して、これが成り立つとします。で、そちらも今、機能法の仮定ですね、これが。いわゆる。で、ここにもうこの任意の比っていうのがあるということにご注意してくださいですね。で、K は1から始まってますから、先に N は1から始まってますから、この仮定における K っていうのは1以上になります。いいですか。このどの範囲で成り立つのかってことも、追っていくのが重要です。割と忘れがちですけども。いいですか。で、証明することは何かっていうと、証明することは何かっていうと、頂点数が K プラス1の任意の比に対して、この等式を成り立つということですね。上の方では G プライムとかって言ってたんですけども、こっちの方では G としてます。はい。で、これをやっていきます。で、証明するやればいいんだけど、ちょっと余談があって、今ですね、この G の上にこの記号がついているものを G プライムと呼んだんですけども、ですね、こういうこと言っていいのかな。よくですね、これをですね、G ダッシュと読むことがあったり、読む人がいたりするんですけど、私の、これ個人的な意見言います。個人的な意見で言うと、G ダッシュとは読まないと思うんですね。じゃ少なくともこれを言います。英語において、この G の上にこの記号がついたものを G ダッシュと呼んでも通じません。これは英語においては G プライムと呼ばれます。だから、G プライムということを推奨すると。ダッシュっていうのは、この横棒という記号のことを表すので、この上にこの点をつけるものをダッシュとは普通呼ばないと思うんですね。はい。だから、G プライムと私も呼んでいきますし、皆さんもそう呼んだ方が今後良いと思います。ので、ちょっとそれだけは余談として言っておいて、今からやるのはこの証明ですね。で、もう一つ、重要なことを言うと、今これ、機能法で証明をしようとするんですけども、この機能法を進めるときに、何が機能法の過程であり、それを使って何を証明するのかということを、はっきりと書いた方がいいです。はっきりと書かないと、この機能法による証明で何をしようとしているのかということが、わかりにくくなりますし、文章として証明を読むときに、その読み手がすごく迷います。何をしてるかわかんないってことなので、ちゃんと書いた方がいいです。で、私もここで書きました。書きました。で、今からやるのが、これですね。頂点数 K プラス1の任意の比に対して、この等式が成り立つことを言います。で、そうすると、今ですね、この K は1以上だったって言ってるんで、K は1以上なので、この証明することに書いてある K プラス1っていうのは2以上なわけです。だから今、証明したい K における頂点数2以上ですから、今日初めにやった性質である、必ず顔を持つというものが使えるようになります。で、それを考えていきます。はい。でですね、今、機能法を進めるってことをやるんですけども、証明することは、任意の比に対して何とか成り立つってことを証明するんで、そういうその命題を証明するのはどうするかっていうと、まずこの任意の比を考えるわけです。任意の比を考えて、それがこの性質を、満たすってことを証明するということになります。で、それを今からやってるわけです。だからやるのは、まずこの頂点数 K プラス1の任意の比を考えます。いいですか。これを考えます。で、そうすると、先ほど言った通り、K プラス1は2以上だから、ここに幅必ず示します。で、これ先ほどのようなやつですね。で、
何をするかっていうと、このまた、この部位を取り除くわけです。部位を取り除きます。そうすると、今、まあ、この残った部分を G プライムと書くんですけども、ついさっき、証明した性質から、この G プライムっていうのは、これも木になります。そうすると、この G プライムっていうのは木なので、なおかつ、頂点数は、G に比べて一つ小さいので、頂点数は、これ、キーになるわけです。ですか。そうすると、この G プライムに対して、この仮定がつけるわけです。で、じゃあ G プライムの頂点数は、いくつかっていうと、これは G の頂点から V を取り除いたわけなので、G の頂点数マイナス1です。ですか。で、G の頂点数は、まあ、記号で書くと、V の要素数マイナス1と、こうなります。で、一方で、G プライムの辺の数はいくつかっていうと、これは G から、この V に接続する辺だけ減ってますから、これは G の辺数、マイナス1なんですね。で、これはまあ E の要素数マイナス1とかというと、ここ決まります。で、ここで、G プライムに対して、機能法の、仮定を用いる。と、何が言えるかっていうと、G プライムの辺の数は、頂点数マイナス1に等しいと言ってるんで、G プライムの辺の数は、頂点数マイナス1に等しいということがわかると。で、ここから欲しかった結論が得られるということになります。よろしいですか？これもう、これ証明ですけども。書いてあるの次のページではこれを、綺麗に書いてます。綺麗に書いてます。いいですか？じゃあ、それを見てみましょうと。ここまでですね。は、前のページで書きました。G には葉が存在しますので、で、その葉を取り除いたグラフを G プライムとします。でそうすると、先ほどの性質から G プライムも綺麗です。で、そうすると、この V プライム、この G プライムの頂点数は、V-1 になって、辺の数は E-1 になる。で、機能法の仮定から、なんで機能法の仮定が使えるかっていうと、G プライムの頂点数は K だから、機能法の仮定が G プライムに適用できて、その辺の数は頂点数 -1 になります。そうすると、上の式と下の式を合わせて、欲しかった結論、つまり、辺の数が頂点数 -1 に等しいという結論が得られるということになります。いいでしょうか。はい。次ですね。でですね。今は、この機能法による証明っていうのを何気なく行ったんですけども、初めに言った通り、機能法の証明っていうのは非常に間違いやすいです。で、今から間違った証明をご紹介します。次の証明は間違い。または不十分、どこがおかしいのかってことを具体的に指摘してみてほしいということをちょっと頭で考えてほしいですね。で、証明するのは先ほどのその、木、G が、木である。ならば、円の数っていうのが頂点数マイナス1に等しいってことを証明したいんですけども、それをまた、これ機能法で証明するってことをやりましょう。で、まあ、頂点の数が1の時は新しいってことは今、いいんですけども、その機能法を進めていくところを考えます。で、まあ、機能法の過程をまあ書きまして、証明することを書くと。ですね。で、今からじゃ間違った証明をやっていくんですけども、どうするか。ですね、頂点数 K の任意の値を考えます。頂点数 K の任意の値を考えます。G プライムですね。G プライムとこうやって木があります。頂点数 K ですね。で、そういうのを考えます。そうすると、これ頂点数 K の比ですから、機能法の過程から、辺の数は頂点数マイナス1と等しいというのがわかります。で、何をするかっていうと、この木に1頂点を張りなるように追加します。こんな感じ。で、これを G としましょう。で、そうすると、これも木になります。なんでかっていうと、G プライムは木だったので、これは連結であり、経路を含まないわけです。
じゃあこの頂点を付け加えることによって連結性が失われたかというと、この付け加えた頂点に対しての辺が出てるので、これ全体は連結になってます。だからこの G は連結です。で一方で、経路を含まないかって言われると、これもともと G プライムに経路を含まれてませんし、付け加えた頂点の実数1ですから、この付け加えた頂点を通るような経路も存在しません。だから、G は非です。連結であり経路を含まない。そうすると、このじゃあ G の辺の数と頂点の数っていうのを、計算してみると、G の頂点数は、G プライムの頂点数プラス1なわけですね。ちょっとこれは場所が良くなるんですね。G の頂点数っていうのは、消したい。G プライムの頂点数プラス1なわけです。ここ付け加えた頂点が1個だから。じゃあ G の辺の数はいくつかっていうと、これも、G プライムに比べて辺を一つ付け加えてますから、G プライムの辺の数プラス1になるわけです。そうすると、今 G プライムの頂点数と G プライムの辺の数に対しては、ここに書いてある等式成り立ってますから、G の辺の数は、G の頂点数マイナス1に等しいということがわかります。結論ですね。はい。証明終了なんですけども、これは間違ってます。この証明間違ってます。何でしょうかということですね。で、まあ、動画で見ている皆さんは、まあ、これちょっと、一旦停止して、まあ、考えてみてもらうといいと思うんですけども、じゃ一旦停止した後に、再開して話をしていきますけども、今はですね、この木の話でやってて、ちょっと、わかりにくいかもしれないので、皆さんの、馴染みが深いかもしれない。こういうような、例題考えてみましょう。このシグマはですね、i を1から n を足したものっていうのは2分の n、n プラス1に等しいっていう等式を証明するってことをよく数学的機能法を使ってやると思うんですけども、今からこの証明、この等式の証明を2通りやるんですけども、1通りの証明は、まあ、ある意味で良い証明。もう一つは悪い証明です。これ強調してきますけども、今から2つ証明をご紹介しますが、これどちらも正しいです。どちらも正しいです。しかし、片方は先ほどのこの木の辺の数を証明するときの証明の正しい方の証明に対応する証明の仕方をします。で、もう一つは、その木の証明においては間違った証明になっているものに対応する証明の仕方をこの等式に対して行います。でですね、この等式はあまりにもシンプルなので、その2つの証明の仕方で、正しさに違いが出ません。どちらも正しくなります。だけども、その証明手法を木に持っていたときに、間違っちゃいます、片方は。で、それを紹介したい。で、で、これ、まあ、機能項で証明するので、n が1のときに正しいってことは、まあ、別に証明するせいと思ってください。で、その後の、その機能法を進めていくところを考えます。で、n が1以上の時には正しいと仮定します。これ今、機能法の仮定ですね。機能法の仮定があって、で、2番が証明することです。で、この2番に続きたい。で、何をしているのかっていうと、1番っていうこの等式が今正しいって分かってるんで、この1番の等式の左辺と右辺の両方に k プラス1を足しましょうということをします。ですか。すると、左辺に k プラス1を足すと、こうなりまして、これは、シグマの数字が k プラス1に変わるということになります。そうすると、これは証明したいことの左辺になります。ですか。一方で、この1という等式の右辺、を見て、右辺に k プラス1を足すと、まあ、こうなりまして、これは式変形すると、2分の1かける k プラス1、k プラス2になります。で、これが欲しかった式の右辺になりますから、で、もともと正しいとしていた等式の両辺に同じ k プラス1を足してますから、つまり、証明したかったことの左辺と右辺も等しいということになるわけです。で、これで証明終わります。これ正しいです。これ正しい証明です。いいですか。で、
違う照明の書き方をしてみます。ここまで同じですね。で、ここでは何をするかっていうと、2からスタートします。2の式からスタートします。で、2のまず左辺を書いてみます。これですね。で、これは、i が1から k までの和と k プラス1に分けられます。ですか。そうすると、前の部分というのは、この1番の式を見ると、2分の1かける k、k プラス1と等しいということが分かります。ですか。で、そうすると、出てきた式を整理することで、それが2の右辺と等しいということが分かり、つまり、2の左辺は2の右辺と等しいという結論が得られます。これは正しい証明です。ですか。で、今、二つ証明をご紹介したんですけども、このうちの片方は良くって片方は悪いんですね。で、ちょっとまあ、標語的に言うんですけども、まずまあ、どちらがいいかと言われると、この二番目の方が良い証明です。こちらが良いと思ってください。ちょっと色を変えようかな。まあ、こちらが良いと思ってください。で、前のこちらが悪いと思ってください。何度も強調しますけども、この証明は正しいです。正しいけども、これを木に持っていたときに間違っちゃいます。で、なんで悪いのかっていうと、仮定を変形して結論を導こうとしているからです。まず。これはただ、必ずしも悪いわけではないんですけども、これを木に持っていたときには間違っちゃうんですね。で、一方で、その良いと言ってる方はどういうことになってるかっていうと、これは結論の式を変形するときに仮定を使ってるんですね。結論を導こうとするときに仮定を使ってる。なんか、標語的に言ってるんで、もちろんその、なんだろうな、この言葉が何を意味するのかってことの明確な意味はないんですけども、これは正しいんですね。まあ、とにかく、まあ、これは正しいというのは、この良い方も悪い方も正しいんだけども、これを持っていく、木の方に持っていくと、ちゃんと正しい木の場合の証明が得られますけども、悪い方を、木の方に持っていこうとすると、正しい証明が得られます。で、この仮定を変形して結論を導こうとしているっていうのをさっきの間違った証明をしてるんですね。何かというと、これですけども、これ、G プライムっていうこの頂点数 K の木を考えてるんですよ。だからその仮定から始まってるんですね。仮定、だからその、こっちですね。こっちから始めてるんです。こっちのその G プライムをまず持ってきちゃってるんですね。この部分。で、それに、この頂点を付け加えて、結論を導くことですね。だからこの G っていうのはその結論にある木なんですけども、それを付けようとしてるんですよ。で、これは間違いなんですね。なぜ間違いなのかっていうと、もう一度これ証明したいことを見てみるんですけども、証明したいことは、これですね。証明したいことは、任意の頂点数 K プラス1の任意の木に対して、この等式が成り立つことっていうふうに言ってるんですよ。で、今、間違った証明って言ったのは何だったかっていうと、G プライムっていう頂点数は木の、頂点数 K の木に対して、一つ頂点を付け加えて、これ G として、この G の頂点数は K プラス1でしょうっていうふうに言ってるわけです。何が問題なのかっていうと、このようにして、任意の木、頂点数 K プラス1の任意の木を考えられているという保証がないことです。これが正しくなるためには、頂点数 K プラス1の任意の木というのが、ある頂点数 K の木に一つ頂点を付け加えることによって、構成される、作られる、ってことが分かっていないといけません。実はこれは正しいです。任意の頂点数 K プラス1の木というのは、頂点数 K の木に一つ頂点をつけることによって作られる。ということは、これは正しいです。
しかし、我々はこれが正しいということを今証明してません。はい。だから、この、間違った証明って言ってる方は、これ不十分なんですね。まあ、まあ、間違いって言ってました。言い過ぎませんけど、でもまだ不十分です。つまり、これを正しくするためには、もう一度言うと、頂点数 k プラスして任意の期というのは、頂点数 k のある期に頂点を付け加えることによって、実数値の頂点を付け加えることによって作られるということを証明する必要があるんですね。で、それはまた別の話であって、それを補わないと、この間違った証明は正しくなりません。で、それをするぐらいだったら、初めから先ほどの正しい証明をしていればよいということです。正しい証明は何ができるかというと、この頂点数 k の期から、k プラス1の期からスタートします。頂点数 k プラス1のその、証明したいものからスタートします。で、それに対して性質を証明するために、機能法の仮定を使っている。という形になっているわけです。で、こうすれば、初めに、頂点数 k プラス1の任意の期をすでに考えてますから、そのような期すべてをちゃんと考慮できているということが保証されます。いいですか？ということが重要なポイントになります。で、これは、非常に間違いやすいです。この、非常に間違いやすい、もう非常に間違いやすいとしか言えないです。皆さん実際に、機能法で証明、書こうとすると、こういう間違いを非常に犯しやすいので、注意してください。今、木に関する二つの性質ですね。葉が必ずある。三つかな。三つ性質。葉が必ずあるということと、葉を取り除いても連結であるということと、辺の数が頂点数マイナス1に等しいということを紹介しますけど、他にもですね、木はたくさん良い性質、良いという、有名な性質を持っています。重要な性質を持っています。それを紹介します。で、これ一つですね。木において、どの辺も切断辺である。その木があったときに、この辺、E というのを持ってきたら、E は必ず G の切断辺になります。切断辺というのは何だったかというと、それを取り除くことによって連結成分の数が増えるような辺のことです。今ですね、もともとのこの木っていうのは、連結ですから、G の連結成分の数っていうのは必ず1です。G の連結成分、これは必ず1になります。連結だから。G は連結だから。で、今、この D と E を結ぶ辺っていうのを取り除く、意識をすると、左側っていう連結成分と右側っていう連結成分に、分かれます。だから、G-E っていうのは、これもグラフなんですけども、この連結成分の数は必ず1よりも大きくなります。ってことを、この切断辺であるということは言っているということ。まず、定義からそうなるということですね。で、実際、これはですね、辺を取り除くと連結成分の数が必ず2になります。っていうのは、辺を取り除くと、その辺の端点の一方を含む連結成分と、もう一方を含む連結成分というのの2つにしか分からないからです。3つ以上には分かりません。だから、これ必ず2になりますけども、その2になるってことは、ここでは証明しません。けども、それは簡単にわかります。で、これもですね、今から証明するときに、頂点数に関する機能法でやっていきます。ですか。でですね、やっぱり、葉というものが非常に重要な役割を果たすんですね。あ、で、もう一度言いますと、この性質の証明も何通りかあり得ますけども、ここではそのうちの一つを紹介します。以後同様だと思ってください。この講義における証明っていうのは、複数あり得る証明のうちの一つを紹介していると思ってください。で、機能法であるので、頂点数 n の任意の辺に対して、任意の辺に対して、e は g の切断辺であるというふうになります。で、n に関する機能法、頂点数に関する機能法ですね。n が1の場合は、そうすると、木というのは1頂点だけだって辺がありませんから、この任意の辺って、もうそこそもそも選べないんですよね。だから、この命題はそもそも正しいです。いいですか？仮定が成り立たないが正しいって、そういう言い方もできるかもしれませんけども、正しいです。はい。じゃあ、機能法を進めるために、頂点数を K、1以上の K として、
頂点数 K の任意の比 G プライムと任意の辺 E プライムに対して E プライムは G の切断辺であると仮定します。で証明することは何かというと、頂点数が K プラス1の場合に正しいことですね。頂点数 K プラス1の任意の比と任意の辺 E に対して E がその K の切断辺であることを証明します。でそうすると、どうしましょうかね。先ほどと同じように K プラス1これ2以上だから、波を持つということがわかるわけですね。かかすんです。でその波を V にしましょう。で、これ任意の辺 E も考えてるんで、まあ、この中に E っていうのがどっかあるわけです。で、2パターンあって、E が V に接続する辺ではない場合と接続する辺である場合、接続する辺っていうのはこの1個しかないですね。まあ、これが E である場合とそうでない場合っていうのを考えるわけです。で、そうじゃない場合の方が難しいんですけども、そっちを先にやります。あるいはここら辺の場合ですね。V に接続しない場合。で、この時、V は G の波なので、あ、G はこれ、これ K でしたね。G-V の木であったら証明済みです。あ、G とか G-V 考えます。まあ、V を取り除きました。そうすると、G に置いて E は V に接続していないから、E は G-V の辺にはいいですね。だから、ここに E はまだ残ってます。そうすると、何だったかというと、G-V というのは、これ、木だから、木であり、頂点数が一つ G に比べて小さいので、機能法の仮定が使えます。機能法の仮定から E は G-V の切断辺です。G-V の頂点数は K なので、機能法の仮定から E は G-V の切断辺である。つまり、G-V から E を取り除くと非連結になる。まあ、こんな感じですね。ですか？で、何をやるかというと、ここに V を戻します。V を戻します。で、V を戻すとどうなるかっていうと、その、今、この G-E っていうグラフは複数連結成分を持ってるんだけども、V の実数1ですから、この複数の連結成分のうちの一つにしか、この、繋がっていかないわけです。ですか？つまり、G-E に、G-V-E ですね。に V を付け加え直したグラフっていうのは、やっぱり非連結なんです。で、そのグラフは G-E になっています。全体から E だけを取り除いたグラフになっています。いいですか？もともと G というのは連結であって、G-E は非連結なので、G に比べて G-E の連結成分の数が増えています。つまり E は G の切断辺であるということが言えます。これで1番の場合ですね。E が V に接続する辺ではない場合の証明は終わります。じゃあもう一個。E が V に接続する辺である場合、接続する辺である場合をやりますけども、こんな感じですね。で、この時は V は、ですから、これ実数1なんですね。だから E を取り除くとどうなるかっていうと、ただ単に V が孤立点になります。孤立点っていうのは、実数0の頂点ですね。で、孤立点があるグラフっていうのは、これ非連結です。つまり E は G の切断辺です。これで証明が終わります。終わりますですね。こちらの場合、1番の場合も2の場合も E が G の切断辺であるということが分かったので証明が終わるということになります。いいでしょうか。で、こんな感じでですね、この波に着目するっていうことをすると、いろんな木の性質というのが数学的機能法で証明しやすくなります。ので、そういうものがいくつか、演習問題にもありますので、ぜひ見てみてください。です。まあ、それを使って証明できる性質をいくつか紹介します。まあ、重要な性質です。で、一つは何かっていうと、波ではない頂点を除去したらどうなるか。で、そうすると、波でない頂点というのは必ず切断点になります。まあ、これです。例えば。で、これも頂点数に関する機能法です。証明できます。先ほどですね、波を取り除いたら、取り除いても連結である。葉を取り除いても木は木のまま、つまり連結であるという性質は保たれるというふうに言ったんですけども、果てない頂点を取り除くと連結性が失われます。何かっていうと、今 G っていうのは木であって、V っていうのはその G の頂点であるとすると、G-V っていうのはどういう性質を持つかっていうと、2パターンあって、V が波である場合と波でない V が
V でないな。V が、ではない。っていう、場合があって、で、V が派である場合は、G-V は連列です。で、派でない場合は非連結になる。いいですか？だから、その、どの頂点を取り除くかによって、木の性質は変わってきますから、注意してください。でですね、今この例では、派ではない頂点を取り除いているんですけども、取り除くとですね、この場合は、3つ連結成分ができます。辺を取り除く場合には、必ず2つの連結成分に分かれるというふうに言ったんですけども、派ではない頂点を取り除くときには、できる連結成分の数が2じゃなくて、たくさんできる場合があります。で、そのたくさんっていうのは、この取り除く頂点の次数だけできます。おお、なるほど。書きますね。ですか？ここ。ですね。で、この場合は、次数3の頂点を取り除いていますから、取り除いた後のグラフには3つ連結成分ができて、その3つの連結成分はどれも木です。だから、その取り除いた後のグラフは森になります。はい。でしょうか。別の性質。これも重要なんですけども、G において、任意の2頂点 U と V を結びにしたら1つ存在する。ほう。例えば、先ほどなんかこの E と C を結びにし、あると言ってますけども、これ以外にはありません。まあ、これはいろんな証明法ありますけども、まあ、考えてみてください。まあ、これもいろんな証明法ありますけども、考えてみてください。どの二頂点でもそうです。なんか、あって聞けなかった。ここで。例えば、F と、どうしようかな。K っていう頂点を見ると、その二つの頂点を結ぶ G はただ一つしかない。ということなんですね。でしょうか。ということで、重要な性質の紹介は終わりになります。最後にですね、全員機器という話、今日の始めにできたセンサーネットワークの中で情報をどのように、送りますかっていう時に出てきたものですね。で、まあ、これを、まあ、紹介するんですけども、そのためにはですね、前回やった部分グラフっていうものの、定義をもう一度見直してみます。これ部分グラフの定義で前回やったものですね。二つ向こうグラフだった時に、片方、G1 が G2 の部分グラフだった。G1 が G2 の部分グラフであるというのは、頂点集合に方眼関係があって、辺集合に方眼関係があるということです。はい。で、ですね。これに似た言葉に、全域部分グラフっていうのがあります。全域部分グラフっていうのがあります。で、全域部分グラフは部分グラフであるんだけども、頂点集合が等しいっていう、条件がさらに課されるということになります。だから今、この G1 と G2 っていう2つグラフがあって、G1 は G2 の全域部分グラフなんですけども、行きましょうかね。G1 は G2 の全域部分グラフ。なんですけど、なんでかというと、これはまず G1 はそもそも G2 の部分グラフであって、頂点集合が等しいから。いいですか？一個戻りますね。一個戻りますと、こうなってまして、この場合は G1 の頂点集合が G2 の頂点集合と等しくないので、G1 は G2 の全域部分グラフではないということになります。全域部分グラフ。部分グラフではありますけども、全域部分グラフではないということになります。はい。で、全域儀と言ったら何かというと、それは、木であるような全域部分グラフです。これですね。全域部分グラフ。今、このグラフにおける青い部分っていうのが、このグラフの全域儀です。あ、全域儀って読むんですね。大体ね、これも。
これなんか何度も言ってますけども、いわゆる重箱読みになってまして、気持ちが悪いですけども、まあ、こういうような、用語の使い方っていうのを割とこのグラフの分野では行うので、まあ、ちょっと仕方がないですね。もうそういう伝統なので、私、ちょっと伝統には逆らえないので、伝統に従って全員続けています。まあ、前兆期とか生成期ということになります。まあ、この時も、あれですね、重箱読みなんですけども、やっぱり気持ちが悪いですね。普通の数学用語って大体、音読みにするんですよ。音読みするんですよ。だけど、このグラフの用語は割と訓読みが多くて、なんかその訓読みと音読みを混ぜて使うってことが多い気がします。でですね、これは、まあ、言った青いところが人為的なんですけども、人為的なんですけども、重要なポイントがあって、G が非連結であると、人為的は存在しないです。これちょっと、これ多分対空で書いた方がわかりやすくて、対偶を書くとどうなるかっていうと、G の全域が存在するか。G の全域が存在するんだったら、G は連結です。なぜか。今この、まあ、例を見てもらってもいいんですけども、この青い部分は、このグラフの全域です。で、連結であるっていうのは何を言ってたかっていうと、どの二頂点を見ても、その二頂点の間に道があるということが連結であるという定義でした。じゃあですね、なんで全域が存在すると連結するのかっていうと、先ほど言った通り、木があったら、どの二頂点間にもただ一つ道があるということが分かったわけです。だからその道に沿っていきましょう。消えちゃった。その道取ってみましょう。こんな感じですね。この青に沿った道っていうのはこれ必ずあるわけです。そうすると、今考えているこの人為的っていうのは、すべての G の頂点を使ってますから、どの二頂点を見ても、その二頂点の間に青い道っていうのがあるわけですよ。人為的だから。人為的分布だから。ですか？つまり、どの二頂点間にも道があるという連結であるという性質の定義の条件を、いたすというのは分かるわけです。だから G は連結です。人為的が存在すれば、それは連結です。そのグラフは連結です。いいですか？そうすると、今から何をしたいのかっていうと、ここに書いた、また消しちゃった。これ戻すのはどうかな？ですね、ここに書いてある性質の逆も実は成り立ちます。連結であったら、そのグラフには人為的が必ず存在します。ということが言えます。これですね。G が連結だったら G の人為的が存在します。ということが言えます。でですね、まあ、これもですね、いろんな証明の仕方があるんですけども、ちょっとここでは、次のような証明をご紹介します。何かというと、今、これ連結のグラフが与えられているとします。で、この人為的を見つけたい。っていうアルゴリズムを考えましょう。そうすると、まあ、これ連結なんですね。まあ、仮定から連結です。で、それが全域を、含んでいるとすると、どういうことになってないといけないかっていうと、この、グラフから辺を取り除いていって、平路をなくしてしまえばいい。平路があると、それは木ではありませんから、例えばですね、今ここに、ここでいいかな、ちょっとわかんない。C と G と H っていう、この3つの頂点からの平路があります。で、平路が残ったら、そうか、分かった。まず、元のグラフ考えます。これ元のグラフ考えます。で、この C と G と H っていう平路があると、これは今、あるので、このグラフそのものは、このグラフの全員義義ではありません。で、全員義義を作ろうと思ったら、平路から、平路があってはいけないので、平路から辺を取り除きます。で、例えば、間違ってましたね。すいません。戻ります、ね。今、なんか、これ見ます。これは CGA じゃなくて、これ BCD です。BCD って平路があったら、これは全域ではないので、この平路から一つ辺を取り除きます。で、例えば CD という辺を取り除くと。ということをするわけです。で、これを繰り返しておきます。で、例えば、合ってるかな。ちょっと不安なんですけども、BCHIED ってこういう平路があるので、ここから一つ辺を取り除きます。違いましたね。
間違えましたね。なんか、調子が悪いですね。EIJF っていう兵がありますから、他の兵の人にも飛んでおきます。これ全部飛んでおきました。ってことを繰り返すんです。経路があったら、経路があったらそこから変動。経路があったら変動。あ、また違うところが変わってしまった。ちょっといけませんね。経路があったら変動ってことをお繰り返します。で、そうすると最終的に経路がなくなります。経路から本質変動ってことを変がなくなって、最終的にあるグラフが得られて、これが人域にであってほしい。ですね。でそうすると、まあ、経路から辺を取り除いていきますから、最終的に得られるものは、経路のないグラフ。経路を含まない全域部分グラフが得られます。変えられます。で、問題は何かっていうと、これが連結だとするんですよ。で、これが連結であれば、この全域部分グラフは全域域になります。いいですか？だから、何か、今、経路があったら、経路から辺を取っていくってことをやってるので、最終的に得られるものは、経路を含まないグラフになります。で、これが連結だってほしい。だから最終的には、経路のない連結グラフを作りたいんだけども、この方法では連結になるかどうかがわかんないです。ですか？だから、これ、ハテナですね。で本当に連結になるんでしょうかってことを考えます。で、今から言うのは、これが必ず連結グラフを導いてくれる、連結グラフを作ってくれるってことを示します。何か。これですね。今、連結の向こうグラフがあるとします。で、辺を選びます。で、この辺を含む経路が存在していったら、その辺を取り除いたグラフも必ず連結になります。ですか？これを今から、確認します。でですね、これ今、古代と書いてあります。古代っていうのはこれ実はですね、数学において非常に重要な用語で古代ですね。古代っていうのは定義の証明に用いる補助的なもの、命題。なんだっけな。英語でレンマ。レンマとなんか、カタカナで書くこともあるんですけども、まあ、レンマって言っても全然通じないですよね。古代のことを言います、レンマ。で、これを証明します。で、これを証明すると、先ほどのその連結であるという性質が保証されるということがあります。どの辺を取り除いてもいいです。経路からどの辺を取り除いても、その取り除いた後のグラフが連結になります。で、まあ、これもまたいろんな証明があるんですけども、ちょっとここでは配理法で証明しようとしてみます。で、仮定は何かっていうと、配理法なので、何かっていうと、これがまた配理法が難しいかもしれませんけども、P ならば Q を配理法で証明するにはどうしなくちゃいけないかっていうと、これはまた、ここなんか右上に書くと見えないかもしれないですね。ずらして、配理法で、配理法で、証明するには、P かつ not Q を仮定して、矛盾を導きます。いいですか？これ、かつなんで、これはですね、間違えやすいんですね。だから、これは一旦注意して、で、それで、配理法で証明しようとしています。で、そうすると、今、これで証明しようと、配理法で証明しようとするんで、E を含む G の平路が存在して、かつ、G-E が非連結。ロットですからね。非連結だというふうに仮定しましょう。そうすると、どうなっているかっていうと、こんな感じなんですね。今、その、G があって、辺が E というのがあるんですけども、これを含む経路は存在するし、なおかつ、この辺を取り除くと非連結になる。で、この二つが両立しますかってことを考えるんですね。で、実は両立しない。なんでかっていうと、この E っていうのを実際に、この E っていうのを、この非連結を言いますね。E っていうのを、は、辺、E という辺を含む経路が今あるわけです。あるわけです。そうすると、E を
取り除いたとしても、取り除いたらどうなるかっていうと、これ、ヘレン屈になりません。なんでかっていうと、まあ、これ、2問1応転換にも、必ず、道が存在するということがわかるんですね。なんでかっていうと、E を取り除いたときに非連結になっているとすると、どこか2つの焦点を結ぶ道が E を取り除く前には必ず E を使ってないといけないんですよ。で、E を取り除いたときに、この道がもうすでにもう、使えなくなってしまうので、E を取り除いた後に非連結になってしまうということになるわけですね。一方で、この、E を含むような経路があるので、E を取り除いた後、この2つの焦点を結ぶ道というのを、この E を通る経路を使って作れます。どんな感じかっていうと、まあ、この場合だと、この U まで来て、この後この経路をぐるっと回っていって、V まで行って、そこから行きたかった焦点に行く。こういう道が必ず、道というか、こういうその経路がですね、必ず、作れてしまうわけです。つまり、E を取り除いた後、E を含む経路があったら、どの頂点間にも必ず道があるという、性質が保たれます。そうすると、G-E が非連結であるということに矛盾するわけです。ってことを、言います。これですね。配理法で証明します。で、今、E の未完点を U と分岐します。U と分岐します。E を含む G の経路があるので、E を含む G の経路があるので、G-E には U と V を結ぶ道が存在します。こうですね。あります。で一方で、G-E は非連結だというふうに言ってるんで、U と V を結ぶ道は E を取り除いた後にはなくなっちゃうわけです。ですか？そうすると、この2つ、ここに書かれていることっていうのは互い矛盾しますから、おかしいと。仮定が間違ってる。仮定が間違ってる言い方が配理法によって、E を含む G の経路があるんだったら、G-E は連結であるということがわかります。いいでしょうか。ではですね、この補題が正しいということがわかったので、何が言えるかっていうと、このよう先ほど言った通り、この最終的に経路のない連結グラフが先ほどのその経路に含まれる辺を取り除いていくというプロセスで、必ず得られるということがわかるわけです。そうすると最終的に、経路のない連結グラフ、つまり、全域部分グラフであるような木、全域木が得られるということになって、証明したかったことが導かれるということになります。この後にあるのは、これをただ文章で書いてるだけです。で、書いていきます。で、そうかそうか。この一個ずつ、焦点を、辺を取り除いていくっていうのを証明できるのは大変なので、証明としては機能法で書きます。で、それは、辺の数に関する機能法になります。ので、まず、M が0のところがあります。辺の数を M とします。辺の数を M として、その辺の数 M のグラフ G が連結だったら、その全域が存在するということを言ってきます。で、そうすると、辺の数っていうのは、0から始めますから、まず M が0という考えます。でそうすると、仮定から G 連結ですから、辺の数が0の、連結グラフっていうのは、頂点数1のグラフしかありません。頂点数2のグラフが辺を持たなかったら、これ非連結になっちゃいます。から、頂点数じゃなくて、辺の数が0の連結グラフの頂点数が必ず1です。で、ここですね。ですか。でそうすると、何かっていうと、このグラフは全域を持っている。このグラフそのものが全域です。これなんか木に見えませんけど、これは連結のグラフで経路を持ちませんから、これ全域です。このグラフ自身が自分の全域です。だから、M が全部一個正しいとなります。では、進んでいきます。機能法の仮定は、辺の数が計0以上のリングの向こうグラフに対して、それが連結だったら全域が存在すると仮定して、それするのは辺の数が K プラス1のリングの向こうグラフに対して、それ、G が連結だったら G の全域が存在するということを証明します。だからやるのは、任意の向こうグラフで、それが連結なものっていうのを持ってきます。ですか？だから G を辺の数が K プラス1の連結向こうグラフだと仮定します。ですか？で、G は連結であるので、G が経路を含まなければ G 自身が G の全域です。ですね。
G が連結で経度を踏まなかったら、その G 自身が木であって、頂点全て G のものを使ってますから、それが連結で全基です。で、じゃあそうじゃなかった場合には、G っていうのは経路を含みます。で、含んでいるんだけども、じゃあその経路から辺を一つというのを取り除きましょう。C の辺を一つ E として任意に選び、選ぶと5台から、先ほどの5台から G マイナス E の連結です。ですね。そうすると G マイナス E の辺の数はどうなるかというと、もともと G の辺の数は K プラス1ですから、G マイナス E の辺の数は K です。ですから。で、G マイナス E は連結だから、機能法の過程から G マイナス E は全基を踏むということがわかります。ですから。で、G マイナス E っていうのは G の部分グラフですから、G の部分グラフが、まず G マイナス E は G、これ人域って書きます。全域部分グラフなので、全域部分グラフなので、この全域、G マイナス E の全域は G の全域でもあるということがわかるということになって証明が終わるということです。いいでしょうか。で、証明の説明のところでは、一個一個辺を取り除いていくっていうこのプロセスを考えたんですけども、証明自身は機能法で書きました。つまり、一個取り除いた後のグラフっていうのが、機能法の過程を満たすので、ってことですね。で、なんかこの二つっていうのは、なんか、本質的にやっていくと同じなわけですよね。つまり、この機能法の過程が正しいということは何だったかというと、この G-E に対しても、そこに経路があったら、辺を取り除くってことを、その G-E のその、機能法の過程の中ではやってるわけです。機能法の過程の中ではその、機能法の過程が正しいっていうところでは、実際に、それをやってるわけですね。で、それが、重要なポイントで一個。証明の着想では、順に辺を除去するアルゴリズムを考えたんだけども、実際の証明では機能法を使ったんです。で、機能法っていうのは実際アルゴリズムだっていう視点が重要です。機能法はアルゴリズム的な着想を証明的な押すための技法で、機能法の証明を素直に見たどるとアルゴリズムである。今の機能法のですね、証明っていうのは、グラフの中に、連結なグラフの中にある全域を見つけるアルゴリズムとして実装できるわけです。つまり、なんだろう、経路があったら、辺を取り除いて、辺を取り除いた後のグラフに対して再帰という読み出しをする。っていうアルゴリズムですね、実際。だから、この有限の世界においては、機能法はアルゴリズムそのものとしても大事です。だから、機能法を見たら、それはもう、アルゴリズムを考えると同じなんだっていう気分になってください。あるいは、そのアルゴリズムをなんか頭の中で考えて、それを証明に変えたいなと思ったら、もしかしたら機能法を使うとうまく書けるかもしれないというふうに思ってください。で、つまり今の証明は、連結グラフがあるときに、連結グラフの全域を見つけるアルゴリズムを与えているということになります。しかしですね、皆さん、アルゴリズム論とかですね、そういうものの授業を受けていることがあり得て、まあ、そういうものの中では実際その全域をですね、見つけるアルゴリズムっていうのを勉強している可能性があります。で、そういうのところではですね、そうですね、深さ優先探索とか幅優先探索っていうものを使うことが多いと思います。なんでかっていうと、深さ優先探索、幅優先探索っていうものの方が、今の証明で与えたアルゴリズムよりも効率がいいからです。もう少しちゃんと言うとですね、今のアルゴリズムだと、いちいちですね、経路を見つけて、その経路から辺を取り除くってことをしていかないといけないんですね。で、経路を見つけるってのはそんなに簡単じゃないんですね。で、一方で、この深さ優先探索や幅優先探索っていうのは、まあ、いうのは、その経路を見つけるってことを、この、探索しながら行ってるんですね。で、その経路の辺をなんか無視するというような形で、電気を作ってるような、感じでやってるわけです。だから、深さ優先探索とか幅優先探索っていうアルゴリズムは効率がいいんですけども、いかんせんですね、深さ優先探索や幅優先探索が本当にちゃんと連結なグラフの人類を見つけるってことを証明しようとすると、そんなに簡単ではないです。そんなに簡単ではないです。先ほどみたいに、なんかその機能法でうまくできるかっていうと、そういうことはないんですね。で、ここに書いてありますけども、アルゴリズムの効率性とその正当性の証明の簡単さは全く別のものです。効率の良いアルゴリズムの正しさとか計算量を証明するってことは、なかなか難しい場合もありますので、そういう面にはちょっと注意してください。ここで言いたいのは何かっていうと、この証明、今日、行った証明から得られるアルゴリズムが、いいとか悪いとかっていうような価値判断を与えようとはしてなくて、
証明とアルゴリズムっていうのは非常に密接に関係してるんだっていう視点を持ってほしいということ。だからその皆さんアルゴリズムを考えるっていうのはどちらかというとその証明を考えるのとほぼ同じなんだっていう気持ちになってくださいということになります。はい。では今日のまとめをします。今日は木というものを導入して、まずその木の定義というのは連結であり平衡を含まないグラフであるということだったと。で、木の基本的な性質をいくつかご紹介しました。木は、頂点数2以上の木は葉を持つとか、そういうことですね。で、その葉を使って、つや的の方も使えますという話もしました。で、最後に、全木と連結性の関係です。つまり、グラフが連結であるということと、グラフが、全木を持つということは、同値であるということを言いました。で、証明技法として、数学的機能法の使い方を理解したということをしました。間違った証明を数学的機能法では書きがち。なので、それは注意をしてくださいという話をしました。で、これによって、今日は数学的機能法を扱ったんだけども、前回は最大性論法、前々回には数上げ論法っていうのを紹介しました。まあ、この3つがですね、割とその理算数学における証明手法として基礎的なものになります。で、今後の、講義の中でも、この証明手法を使っていくことがありますので、ぜひ、この3つちゃんと使えるようにしてください。今回の演習問題の中にも数学的機能法で、まあ、木に関する、性質を考えてほしいというものがありますので、ぜひ取り組んでみてください。では今日の授業はこれで終わります。ありがとうございました。